新居の買い物を IKEA でしていきたいと思います。イエーイ。というわけでめちゃくちゃ寒いので早速中に行きたいと思います。行きましょう、はい、あーソファー欲しいな。ソファココちゃん、ココちゃんいらないよ。ココちゃん古くなったんだよな。なんて言っても3年は使ってます。ココちゃんね、ココちゃんとはアロマの一番お気に入りのおもちゃです。あ、ひまちゃんちっちゃいソファ。青じゃん。青ね。こっち。これは。なんかあれじゃない、ちょっと渋くない？ちょっと渋い、ね。はい、ちょっとですね、こういう絵が欲しい、絵というかまあ写真、まあこれは写真だけどね、ちょっとこれアート的なのが欲しいなと。ソファ買ったばっかり。ソファは買ったんでいらないですよ。今のソファ。ここって載ってる。写真なんだろうね。ここは写真だね。絵が欲しいな、写真。絵、うん、まあ絵で絵だね。最近はね、はい、ちょっと買ったんですよ。いいね。葉っぱ。葉っぱね。なんかこういうのね。ね、こういうのいいよね。スモっぽくない？スモスモスモ。これとかどう？ベランダ。あ、そうそうそう、こういうの欲しいんだよね。いいよね。ベランダ用にね。ね、このね、高さがね。うん。でかいよ、このベッド欲しい。でかっ。今がそれあれで普通のベッドだったら置ききれてないよね、自分の部屋で。だよね。このベッド最近多いもん。あ、そうそう、これがいいなと思ったこの普通のテーブルちっちゃめの。うん、ね、いいね。うん、いいね、朝ごはんとか食べてる。朝休み休日限定。休日が過ごし方。とか言ってさ、その日しかない。子供部屋、ちっちゃい子用で可愛いね。あ、こういうのもいいですね。ちっちゃい子用。うん、あれ、ひまちゃんの新しい部屋。絶対今の部屋っぽくないわ。ジュ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 、こんなベッド欲しかった、ちっちゃい頃マジで。やばいこれ。これはいいよね。ちっちゃい頃に戻りたい、めっちゃ。気づくかねって言ったの今。気づいてますよ、うん、お、すごい、すごいね、カラフルな。今日は大物というよりは小物ですからね。あ、これ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 です。パパが買いたかったメイン、うん、これですね。攻めとく、うん、はい、はい、これパパのデスクの横に置きます。はい、じゃあ行きましょう。はい、行きましょう。なんかこれもいいね。色的に合わなくない？いいけどポップだね、ちょっと。あー、こういうセットにもあるのね。そうね、ダイニング系はまあ今はいい。これ持ってるよね、結構みんな。それね、うん、そう、お鍋が欲しいな。なにこれ、え、これ、うん、どれこれ、うん、渋いね。あのね、これとかもいいよね。どれこれじゃない、やっぱ水出たらって思うよ、ね、これ、なんか嫌だわ。今これがいい、黒。黒ね。ひまちゃん、ああいうさ、LED のライトは、あ、LED のライトこれ、これすっきりしててどう？もうちょいちゃんとしたのがいいかな。ちゃんとしてると思うよ、これ。ほら、こんな感じだよ。明るい、結構。明るさ決めれるやつがいい。これ決めれないの？決めれないね。これだけだもん。
すごい池屋入りこういう店良くないの。実は角いいよね、角いいよ ね, ねこんなのあの山だけいいな、めっちゃいいな、ね、こういうやつがいい、カーブベッドルームですね。あれロフトベッドって何買ったっけ。ネットだよね。ネットですね。安いよ。え？これ1999円だって安っ、いいね、うん、それぐらいので全然いい。今日はちょっと荷物が積めないんで、そうなの、うん、でもこれにしよう。何、いい、あ、ゾウ、なんかさ、この前ひまちゃんがここで買ったサメ結構人気らしいね。あ、そうなんだ、うん、人気だよね。人気らしいよ。いっぱいいたし最後の1個だった。そうだよね。え、いいな、ゾウ、ちょっとゾウ候補。ヘビじゃないの、思ったんだよ、ヘビは。ライオンはマジでしょ。クマ、クマなんかすごいね、デーンとしてんね。いいね、でっかくて。見て、顔が違う。出た、コッコホッコ。ね、コッコちゃんは、コッコちゃん。コッコちゃん。ね、この中にズボってたね。逆にこっちにしたらどうなんだろうね。やっぱこれなんだろう ね。あと、しかも、あの古い方じゃないと匂いがついてなくて、嫌だ。ヘビじゃない、やっぱ。いや、ズボでしょ。ほら。ヘビ、じゃあヘビにしよう。ヘビ。じゃあこれシャー。シャー。食べて。シャー。よし、じゃあこれにします。はい、取ってください。はい、それ。ヘビ、ヘビ、ヘビ、ヘビ。はい。ヘビ。え、何それ？雑巾？雑巾。はい。とりあえず2階は終わりですね。次1階。1階の小物。うん。それさ、洗面台用に買っとく？うん。かトイレかね。トイレ。白、あれ黒なかったっけ。前黒あった気がするんだけどね。まあいいです、白で。今の時は何だと思う。150円。これくらいスライスこんだけでかいのお兄ちゃんさん。お兄ちゃん用弁当。お兄ちゃん用です。すごいね、ほんとすごいんです。タッパーだね、こういう感じ、いいね、うん、あ、いい、うん、一部二段、ね、キッチン周りですね。アイス作る用の棒ですか。これです。あ、それね、うん、いいな、これアイス作る。今はもうない。どっかで見たことありませんか。今私の家はもうないのよ。これはね、私の背景ですね。すげえ、これ布にかけるの。ほら、ほんとだ。あれね、初めてだから初めて。皆さん見てください、こちらの低反発枕。こちらのジャパネットにまひまはなんと17,999円が1万円引きで、なんと1,799円になっちゃいます。そして10年限りで申し込みします。ねえ、しれっと行かないでよ。では早速行きたいと思います。なんかね、あのですね、今日は寒いですね。パパを見ていきましょう。何これ？かわいいね、これ。見てください、これ。はい、引っ掛けられる。こっち向けてこう引っ掛けてやるやつかな。と思いきや、ここには誰がいるかというと、バレた？うん、バレた。そっくり話したの、ずっとそこで。うん、思ってた。思った？はい、なんだ？照明ゾーン。なんかこれすごいかわいいね、これ。これいいよ。どれ？これ。あ、これでできんの？へえ、すごい。これ見て、なんもないのにこれで明るさが変わるんですよ。ここ、これで。なんか前のやつ。あ、その方がなんか机の色に合ってるよね。え、それ？1000円高い。お兄ちゃんも自分の。本当だ。え、なんで？
かなり1000円高いの、こっちの方が。どうかな、埋め込み式。あ、何もないよ。じゃあそれ、はい、はい、これですね。じゃあ、あの白はお兄ちゃんの方に。はい、ピンクです。はい、じゃあ行きましょう。行きましょう。はい、OK です。これ買います。照明、撮影用の照明です。これ良くないですか、皆さん。はい、進行よ。はい、はい、行きます。 OK。はい、今ちゃん、ここでゴールですね。はい、ここで、はい、イケア迷路、ここでゴール。はい、では棚を取りに行きたいと思います。棚ですね。なんだっけ、21列目、18 16 21の16。はい、その辺ですね。あったあった。はい、ありました。これです。はい、じゃあこれを持って、はい、お会計に行きましょう。はい、はい、はい、うん、ありがとうございます。14,640円でございます。はい、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 いっぱい違う。はい、そして最後にデザート。はい、デザートすごい。はい、あそこ、あ、すごい並んでんね。今日買うのはこれです。やっぱイケアといえばこれですよね。よいしょ。これ出てこない。はいはい、はい、これで50円は絶対安いよね。うん、おいしい。これで50円はちょっと安すぎるよね。安い、おいしいね。おいしいですか。おいしいですね。はい、久しぶりに食べた。今日はかなりハードスケジュールですね。というわけで、今回はこんな感じで始めたいと思います。今回は新生活に使う家具を、まあ小物なんですけど、イケアの部屋に来ました。もしこの動画が良かったら高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。 Twitter と Instagram